皆さんおはようございます。まるみです。ということで今日はですね、久しぶりに千葉県富津市にある戸面原ダムに来ております。いやーここはね、もう大好きなレイクなんですけど、今日はね、またなんと計らずとも今カメラをね撮ってくれてるのがつゆさんです。どうもおはようございます。おはようございます。そういえば先日確か来るって言ってたの僕はすっかり忘れてましたけど、いや僕たちは運命がありますね。いや今日プラだったんですよ。はいはいはい、うん、だから試合が近いとか、ね、はい、はい、つゆさんと一緒にやれるのかどうか分かりませんが、まあ、戸面原ダム久しぶりに秋の晩秋の戸面をね楽しんでいきたいと思うんですけども、今ね平さんが20点ぐらいバーって出たんですけど、見ました、もうあぶくだらけ、あもうスーパーターンしちゃってる感じで、でバサーさんが数名いたんですけど全部ね向こうのあの宇都宮の上流に行っちゃってるんで、いやどうしようかな、まあ向こう上郷の方多分一定も行ってないから、ちょっとひとまず今日まず朝は向こうの上流目指してやっていこうかなと思っております。じゃあまあいい魚取れるように、ね、頑張りますので、ね、応援お願いします。はい頑張ってください。はいあざす。はい、じゃあ次これブリッツマックス DR、 水深はね 2.4 ぐらいしかないから、やっぱさっきからね中層に何か映るんだよね。あ、なんかいるね、小さい魚が、ベイトフィッシュが、あ、いるいるいる、白っぽいぞ、何これ、なんだろう。
チャブル、このぐらいのねベイトフィッシュがねなんかどうも泳いでるね。うん、水深2とか3とかこの辺ちょっとぽいやつでやってみよう。見える？見えます。文字？見えました。おう。ワカサギ。多分白っぽいですね。チャットみたいな感じです。おう。で七八匹みたいな。ああ結構いるわ。ボトムの付近にいる。いや今来るときさ、ところどころボールになってるからさ。あ中層で。うん。ああここはボトムだけど。はい。あやっぱいますね。えすげえ浅いとこにいるんだ。はい。いますね。さっき釣れたマメ2メーターぐらい。いや困ったな、当たりがねえな。絶対に上手くなってるはずなのに。マグナムフィッシュ。じゃあこれねビーバーマグナムで、ウトウギワンド。まあこの辺はねもうそもそもポイントのポテンシャルがめちゃくちゃ高いっていうね、そういうところ。裏がね後ろがね向かい田のワンド、水がめちゃくちゃ出てくるトンネルみたいなねインレットで、でこっからね川筋に入っていく手前のワンド。で水深がね7メートル、水温 16.7、 風が当たってワンドの方にね吹き抜けていってる感じかな。なんつーもん投げてんだよって感じですげえ面白い。出りゃマグナムじゃないかなって感じ。すごいねぼちゃんだもんね。釣ってる釣ってる。なるみこ奥だよ奥。釣れんな。さすが。最強の部類ですね。中層でも何か浮いてる。フック70？ 60です。60。はい。バスはいるね。来たよ。マジか。あれ？あ、巻かれてないか。魚は動いてんだけど。あ浮いてきた。ほい。おお、入れ食いだよ。俺も釣ろ。俺も釣りますよ。